中途半端な車の自動運転って怖ないんかなとか思わないですか？っていうか必要かなとかも思ったりするとこあるんですけども、でもまあその自動車業界というのはこれからもう自動運転が鍵になってくるということみたいで、いよいよ今月末から BMW ハンズオフ限定条件下で手放し運転を可能とする機能が走り出すと。で、日産自動車もスカイラインに9月から初採用。自動運転レベル 2.5。 そう、自動運転のレベルが1から5まであるんですよね。この 2.5 ってものすごい中途半端なんじゃないかなって思うんですけど、限定条件下で手放し運転ができるということで、 CM なんかでは高速の運転の時とか利用できそうな感じですけども、ただの注釈として常に前方に注意を払い状況に応じてハンドルを操作する必要がありますという正し書きがされてるんですけど、手離してみたはええものの常に見とかなあかんって、余計なんか肩こりそうっていうか、もうそれやったら自分で運転した方がええわってなりそうな気がするんですけど、これも慣れていくっていうことなんですかね。で、しまいには結構任せられるのかどうなんかなと思うんですけど、そうだからそのレベル5もう全てがシステムが運転すると、完全なる自動でも寝てて目的地に行ける自動まで行ったら、それはねもう完全に身を委ねれると思うんですけども、この 2.5 っていうね中途半端な状態の自動運転っていうのは最初のうちはちょっと信用できへんというか、その機能使おうって思いますかね。渋滞ですかね、やっぱずっともう疲れてて手放ししたいで、ちょっともうリラックスしたい、ここは自動モードで任せようとか、最初のうちは渋滞でゆっくりやけど前にコツンとか行けへんかなとか心配になりそうな気がするんですけれども、とか言いつつ現在は僕車はもう全く乗っていない、バイク、それもスーパーカブの110が足なので、バイクが自動運転になることはこの先もまずないと思いますが、いや今後のその自動車業界いろいろと注目、一回自動運転の車もそのレベル3ぐらいのやつですか、乗ってみたいなとも思いますが、どうなっていくんですかね、なんていう話でした。走行でした。さよなら。バイバイ。